本塁打、ホームランとは、野球における打者の記録。スポーツ新聞市場などでは、HR と略される場合が多い。打者が打った正規の打球が、地面かあるいは、野手以外のものに触れることなく、両翼のファウルラインとフェンスの交差地点の間を、通過して、プレイングフィールドの外へ出た場合。または、ファウルラインがフェンスと交差する地点から垂直に伸びる、ファウルポール、もしくは、 ポールのフェアゾーン側に伸びている長さ、数十センチメートルの金網に当たった場合、プレイングフィールドの外へ出るとは、スタンドに入ること、さらにはスタンドを越して、球場外へ出ることを意味する。プレイングフィールドの外にある壁に当たって跳ね返り、再びフィールドに戻った場合も含まれる。インフライトの状態で、プレイングフィールドの外へ出るとは、野手のグラブなどをかすめて、 フィールド外に出る場合のみならず、本来なら、フィールド外に出ないような飛球が、野手のグラブや、頭などに当たり跳ね返ったために、スタンドに入った場合も含む、審判員が、明らかに、上記一になるであろうと判断した打球に対して、野手が、グローブや帽子などを、本来身につけるべき場所から外して投げつけ、現実に、打球の進路を変えた場合、ただし、 投げつけても打球に当たらなければそのまま競技、続行である。上記1、2の場合は、ボールデッドとなり、審判員は右手を頭上で回すジェスチャーと共に、ホームランを宣告し、打者を含めたすべての奏者には本塁までの安全進塁権が与えられる。奏者は本塁まで、正規の走塁を行い、その数が得点となる。1点なら、ソロ、2点なら2ラン。 三点なら三乱、四点なら満塁、あるいはグランドスラムと呼ぶ。打者走者が正規に本塁まで走塁し、得点が認められた時、打者に本塁打が記録される。インフライトの状態とは、打者が打った打球がまだ地面かあるいは、野手以外のものに触れていない状態を言うので、一度野手に触れた後、地面に落ちることなく、スタンドに入った場合も、インフライトの状態で、 プレイングフィールドの外へ出たことになる。すなわち、フェア地域で野手に触れた打球で、まだ地面に落ちていないものが、上記の定義1、2に該当する場合は、本類打であり、審判員によって、ホームランが宣告される。ただし、打球に触れた野手の行為が失策に該当すると、公式記録員が判定すれば、打者には本類までの安全進塁権が与えられる。ものの、 野手に失策が記録されるだけで、本塁打も安打も打点も記録されない。一度野手が触れた打球は、その時点でフェアかファウルかが確定する。したがって、野手が、ファウルグラウンドで打球に触れ、インフライトの状態のままフェアゾーン側のスタンドに、入った場合は、ファウルボールである。一方、野手が、フェアグラウンドで打球に触れ、インフライトの状態のままファウルゾーン側のスタンドに、 入った場合は、ボールデッドになり、審判員によって二塁打が宣告される。野手が、フェンスの上に登りジャンプして、補給を試みることなども許されている。フェンスに登った野手が、本塁打になりそうな打球を、プレイングフィールド内で補給した場合は、補給したままプレイングフィールド内に残れば、アウト、打球に触れたが、ボールが、グラウンドに落ちた場合は、ボールインプレーとなる。 また、補給した選手ごとスタンドへ入ってしまった場合、審判員が正規の補給とみなさなければ、本類だ。正規の補給の後に、スタンドに入ったと判定した場合は、打者はアウトになり、ボールデッドとなって、無視もしくは一死の場合は、類上の走者に一個の安全進塁権が与えられる。タッチアップと同等の行為であるが、ボールデッド状態のためこの場合は、走者が、 アウトになることはない。なお、フェンスに登るなどしている野手は、危険を承知でプレーしているものとみなされ、仮に、監修の妨害を受けたとしても、審判員によって妨害が宣告されることはない。ただし、監修がフェンスを越えて、プレイングフィールド側に手を出して、野手を妨害したり打球に触れたりした場合は、審判員によって妨害が宣告され、ボールデッドとなる。審判員は、 妨害がなければ、競技は、どのような状態になったかを判断して、ボールデッド後の処置をとる。打球が、ガイアフェンスの頂上に当たった場合は、その時点で、フェアとなるが、跳ねた打球が、スタンドに入った時、それを、本塁だと判定するかどうかについては、グラウンドによって、事情が異なる。一般には、本塁だと判定するための境界線が、 フェンスの頂上に設定されているため、打球が、その後スタンドに入るかポールに触れた場合は、本塁打、プレイングフィールドに落下、または、野手が処理した場合は、インプレーとなるが、例えばフェンス上に設置されている手すりなどがある場合の扱いは、各野球場で定められており、この場合はその定められた境界線を、フェンスの頂上に準ずるものとして扱う。 ドーム球場のフェア地域の天井や懸水物などに、ボールが当たったり挟まったりした場合、その場所によって、本塁打と認定するなど、各球場ごとにグラウンドルールが定められている。詳しくは、ドーム球場の特別ルールの項を参照のこと。日本プロ野球においては、2009年に試験導入、2010年により、本塁打の判定に限りビデオ判定を完全導入した。 ビデオ判定適用第1号は3月27日の東京ドームで行われた読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズでホームランを打ったアーロン・ガイエルである中堅フェンスの上部付近で跳ね返りフェンス上部に当たって跳ね返ったとみてインプレートし二塁打になっただが直後に審判団が審判室でビデオを確認した結果フェンスを越えており 本類だと判定を覆した。ビデオでは、打球が消えており、本類だと判断したと説明された。打者が打った打球のうち、一度でも地面に落ちた、フェアボールを、守備側が失策を伴うことなく処理する間に、打者走者が、本類まで進塁すると、ランニングホームランとなる。この場合は、ボールインプレーであり、審判員の、ホームランの宣告はない。記録上は、 上記1、2と同じく本類打として記録される。アベック本類打とは同じ球団の2人の選手が同じ試合で放った本類打を言う。試合ごとに回数で数える。1つの試合の中で一方または双方の選手が複数の本類打を放って達成した場合も1回と数える。2人の強打者が同時期に同球団に所属していなければ、 あまり発生しない。下記のように、特に有名なものは特別な故障がつけられる場合がある。大佐大春と、長島茂雄の ON 法による106回、山本浩二と、絹笠義雄の YK 法による86回、野村克也と県と羽鳥の70回、秋山浩二と、清原和弘の AK 法による62回が有名である。 通算本塁打の日本プロ野球記録を持つ王、貞春年間最多本塁打個人通算記録シーズン、記録個人チーム個人1試合最多本塁打年齢、別シーズン最多本塁打数その他の、記録個人チーム通算本塁打のメジャーリーグ記録を持つバリー・ボンズ非本塁打とは、投手が打者に打たれた本塁打のことを言う。被弾と呼ばれることもある。ただし、投手によって、 投球回が違うため、本類打を打たれやすいかどうかは、非本類打率で表される。この率が低いほど本類打を打たれにくい投手となる。この非本類打率の平均は MLB においては1.0ほどである。ただし、本拠地球上の本類打、パークファクターによって変動しやすい。ありがとうございます。